はい、皆さんこんばんは。久しぶりの動画投稿になります。さて、今夜私がいただくのはこちらのメバルということで、サーフにフロートつけてぶん投げてメバル狙ってます。時間があまりない中で久しぶりの釣りです。今日は友人とねやってきているんで、なんとかエメバル取りたいもんですね。何回かね当たりはあったんですけど、まあこれからね、まあどんどん引き続きやっていきます。今日は長いチャートのワームから始めてみましょう。じゃあ今日もよろしくお願いします。ちょっとね、まあ動画にはしないんですけど、沖の方でいくつか当たりがありました。もう投げてただ巻きです。流れという流れはね、今のところ強くは感じないです。今日新月なんでね、ちょっと警戒心を解いたメバルさん、どうかこの私めとちょっと遊んでいただけないでしょうか、てな感じです。ちょっと今ね、友人は別の離れたエリアでねやってます。まあいずれはね合流します。はい、今日一緒に来てくれた勇者です。どうも勇者です。勇者めん、勇者めんなら、まあちょっと先に進みますか。行きましょう。今のところまだゼロです。当たりはあるけど。はい、まあ磯の体はねサーフなんで、まあいつものね馴染みの場所で、去年はよう釣らしてもらいました。ただね、20後半が去年限界でしたね。なんとか大きいの尺、まあ夢ですよね。まだ釣ったことありませんゆえ、釣れたら嬉しいですね。とりあえず何回か当たりのあったチャートのワーム、これをちょっと継続してやっていきます。それでダメだったらローテーション。はい、今投げてるんですけど、どんな感じのディグですか。フロート 19g にジベット 0.3 0.3、はい。ワームは、あのね、ガルプのチャート、ガルプチャート、はい、いただきました。チャートがそれしかない。まあ美味しいですからね、ガルプ。液漏れだけにはね注意してください。もう全部漏れた。はい、おもらし、おもらしボーイ。火を聞いとうけどな。うん、なんかさっきから海騒がしいよね。ただね、お、あら、海かな今の。フグ多いですからね。あったかなったらどうしてもね出てくるんだよ、あいつらが。まあガルプ、匂いするから追いついけんな。ねえ、格好の餌です、あいつらの。こづかれてるよ。ああ、行かれてる。ああ、魂削れと。はい、あなたのライフはもうそろそろ。これはもう半分ぐらい後じゃん。はい、チェックチェック。結果発表、結果発表。生きとる。あれあれってことは、あれ、コメバルか。うん、コメバルさんかな。コメバルっぽい。塩よし、塩よし。ちょっと飲ませてみよう。はい、ちなみに春は尺でも安心、太軸フック。太軸ですね。ガチヘッドですか。いや、スモーヘッド、スモーヘッド、ブリーデンですね。バチコン用のやつ使っちゃうっていうストロングスタイルでお送りしてます。いいよ、はよ釣ってください。そういいよ、当たらんよ。うん、結構なんだろう、この直線沿いにね、下りとかが点在してるんでね。お、来ました。今のなんかスイープな、なんか優しい合わせでしたね。さあ、破壊しないようにね。うん、はい。弾が重いからな。まあね、抵抗そこそこねあります。じゃあ、バカちっちゃいね。ちびっこちゃん、かわいい。はい、かわいい、はい、かわいい。まあね、よくありますよ。リリス、リリス、リリス、エヴァー、リリス。このサイズが多いんかな。ねえ、まあちっちゃいから
当たりもなんかちょんちょんみたいな、んで乗らへんみたいなね。うん、わかりました。私もやってみるぜ。わかめん。お、ああ、当たった。うん、気抜いとったら当たるんだよ。上もずれたかもしらん。うん、ちょっとずれとる。ちょっと気抜いてたら当たってくるのやめてもらっていいですか。ちょっと流れ変わってきました。さっきずっと動いてて流れが収まって、今度逆の方向に流れ出したんで、今がチャンスかもしれませんね。はい、今日の今日の一匹目いただきました。さあ上がってくるのはどういう魚かな。よいしょ、よいしょ、来ました。メバル20ちょいぐらい。はい、こんな魚。まあそこそこね、体格しっかりしてますね。まあ23、4ぐらいでしょうか。そんなあるかな。でもまあ目測そんな感じです。まあこんな感じで、まあ20前半ですけど、なんとか釣れました。ありがとうございます。ヒットはこのチャートのアジアダーですね。メバルあんまり釣れなかったけど、その代わりメバル終わった後ホタル見に行きました。ホタルは10匹ぐらいかな。いたんで、まあ、よしよしましょう。メバルは、まあ、おしまいしましょうか。で、綺麗な海岸線で締めたいと思います。バイバイ。バイバイ。